究極のウォーキングのご説明をいたします。じゃあ足の裏から見てみましょうかね。ここにスティフマーズがあるので、この周りを使って着地するようにして歩いていただければ大丈夫です。日本で一般的に普及しているウォーキングっていうのが、ここバッコーンってこうかかとを着地させるっていう方法になっているので、それだとこうかかとに来た衝撃が膝に伝わり、股関節に伝わり、腰痛になったりね、膝関節症になってしまうので、ここにポーンとこう着地しなければ大丈夫です。で、こうですね、縁から着地していただければ、こっちからでもいいし、ここは無理ですけど、このお尻のところから着地していただいても大丈夫っていう感じですね。はい、じゃあやってみましょう。ゆっくり。で、膝曲げた状態で試してみてください。バックもやってみてください。バックするときはね、やっぱりつま先から着地することになると思いますので、バックと前、横ともやってみてください。膝曲げて、こう背中もちょっと曲げていただくと、こう柔軟、柔らかく動いていただけると思います。ではこう、手は必ずブランブランブランの状態で、肘もブランブランブランの状態で行ってみてください。こんな感じで試していただいたら、外でも5分から10分くらい歩いてみてください。アスファルトのところとかだと、面白みがわからないので、ちょっと土の公園とかでね、ちょっと根っこが張り出しているところとかで歩いていただくと楽しんでいただけると思います。ぜひやってみてください。